分と待たせてしまったね。申し訳ない。マークさん、待たせたって何か約束してましたっけ？思いのほか材料や場所の確保に時間がかかってしまってね。でもようやく目処がついたよ。いや、ですから何の話を。あとは実際のデータを入手すればまず間違いなく成功するね。これについても調べはついていて、約束の遺跡に未だに稼働するものがあるらしいんだ。数件の目撃情報がある。マークさん、私の話を聞いて。本音を言えば完全オリジナルが理想ではあるんだけどね。まあ模倣から進歩を重ねるのも科学の正道ではあるし、そこは割り切ろうと思うんだ。おとなしく話し終わるのよ。ともちろんお嬢さんにも都合はあるだろうし、今すぐ出発なんて無茶は言わない。できるだけ急いでは欲しいけどね。鉄も人も熱いうちに打った方がいい結果が出やすいからね。今日はよく喋るな。何言ってるのか分かんないけど。では僕の要件は以上だ。準備が終わり次第すぐ声をかけてほしい。僕はいつでもスタンバイ OK だからね。あ、やっと終わった。だから何の話を。ってもういないし。約束の遺跡とか言ってたけど、とりあえずそこに行けばいいのかな。ついにここまで来たね。いやー、冷静さが売りの僕でも興奮が抑えられないよ。話には聞いていても実物を見るのは初めてだからね。あの、マークさん、何を見に行くのかそろそろ知りたいなとか思うんですけど。ん？忘れてしまったのか？それともただとぼけているだけかな？忘れてるも何も最初から教えてもらってないですよ。おや、そうだったかい。すっかり話したつもりになっていたけど、それはとんだ失礼を。謝らなくてもいいですから早く教えてください。知りたいかい。そんなに知りたいのかい。どうしようかな。教えてあげてもいいんだけどな。あ、急にもったいつけてきた。もう帰ってもいいですか、私。おっと、短気を起こすのは良くないよ。今帰ったら奇跡の瞬間を見逃してしまうかもしれない。何せ僕たちがここに探しに来たのは古の巨大ロボットなんだからね。巨大ロボット？そう、しかもまだ生きて動いているという代物だ。いや、ロボットに対して生きているという表現はふさわしくないか。しかし動力も不明なことだし、雰囲気的にひとまずそう表しておいても。そんなことどうでもいいです。あの、動いてる巨大ロボットって危なくないですか？そりゃ危ないさ。僕が目撃情報を聞いた人たち、みんなボコボコの半殺し状態だったし。きっと遺跡を守るプログラミングが施されているんだろうね。半殺し？いやだ、生きたくないです。帰る、帰ります。まあまあ、これも仕事だと思って諦めて。いいかい、大地の目標は生きたまま捕獲だ。無理なら動けなくしてから捕獲。それも無理なら最悪壊してデータだけ取れれば問題ない。無理です、私じゃ絶対無理です。大丈夫、なんとかなるよ。たとえ万が一のことが起きたとしても
科学の発展に寄与する尊い犠牲になったと思えば。やだ、犠牲になりたくない。怖い、帰りたい。まだ言っているのかい。相手の性格の強さも知らないうちになぜそこまで怖がれるのか、逆に不思議だね。そんなこと言われても、怖いものは怖いんです。マークさんは怖くないですか。怖いに決まってるじゃないか。見たまえ、さっきから膝が震えっぱなしだよ。ダメじゃないですか。ダメじゃないさ。人間とは元来臆病な生き物なんだから、怖いのは当然だよ。私に言ったことと全然違う。まあそれはそれ。ほら、僕は科学者だからね。未知の恐怖を解明して怖くないものにするのも使命の一つなわけだよ。怖くないものにするのが使命？冒険者という仕事も似たようなものじゃないかい。未知の領域に先陣を切って踏み込み、他の人々が安心して生きるようにする、そういう仕事だろう。なるほど。つまり怖くても怖がっちゃいけないってことですね。あ、いいことを言うね。そういうことだ。しかし君は科学者には向いてないだろうね。こうも簡単に口車に乗せられては。何ですか。いやいや、こっちの話と、おしゃべりはここまでだね。いたよ、あれだ。そりゃ巨大ロボットってくらいだからね。小さかったら巨大とは呼ばないよ。そうですけど、思ってたより全然大きいし、すごい、あんなのが動くなんて。百聞は一見にしかずってことかな。と、お嬢さんの大声が聞こえてしまったようだ。気づかれたね。もちろんだよ。最初からそのつもりで来たんだし。ああ、でも壊すのは最終手段だからね。あくまで捕獲優先ってことを忘れずに。そんな余裕絶対ないですよ。勝った。うわ、思ったより壊れちゃったな。でもこれでじっくり調べられる。よかった、壊れたのは外装だけで中身は無事だ。これはすごいな。パッと見ただけじゃほとんど理解できない。おお、これはすっかり夢中になってる。私も頑張ったんだから、一言くらいお礼とかあってもいいの。あ、そうだね、ごめんごめん、すっかり忘れてた。あ、聞こえちゃいました。うん、バッチリ。いやー、お見事、さすがよ、世界一の冒険者。それほどでも。で、すごい適当に褒めてるじゃないですか。いやいや、心の底から本心の言葉ですよ。さて、その世界一の冒険者様に折り入ってお頼み申し上げたいことがあるんですが。変な喋り方しないでくださいよ。何ですか、お願いって。僕のラボラトリーまで運びたいんだよ、これを。
これを？うん、これを。無茶言わないでください。こんなの運べるわけないじゃないですか。無茶でも何でもやらなきゃ。でないとこいつを倒したことが全て無駄になってしまうよ。だったら運ぶ方法とか先に考えておけばいいじゃないですか。それこそ無茶を言うなだよ。こいつに勝てるなんてそもそも思ってなかったんだから。思ってないのに私を連れてきたんですか。ひどい。はいはい、文句を言ってたら余計な体力を消費してしまうよ。ほら、そっち持って。せーの。はい、せーの。持って帰ってこれたのはこの内部ユニットだけか。だけって、それ一個だけでもものすごく重かったじゃないですか。もったいない気もするけど、まあよしとしよう。誰かの作ったものをただ修理するよりも、これくらいのヒントから自分で作った方が面白い。わがままに付き合わせて悪かったね。ありがとう、助かったよ。はい。なんでそんなキョトンとした顔するんだい。いえ、マークさんから素直にお礼言われるなんて思ってなかったから。しっけえな。僕は常に人に対する感謝の心を忘れない男だよ。ただほんの少し不器用だから、それを素直に表に出せないだけで。そういうこと自分で言うから嘘っぽくなる。お礼代わりと言ってはなんだけど、完成した暁には君に一番に見せてあげるからね。さあ、今日から徹夜で研究だ。あんなに喜んで、なんか子供みたい、マークさん。さて、私も疲れたし帰ろう。完成したらって巨大ロボットが？街中で巨大ロボット？まさかそんな無茶苦茶なことはしないよね、マークさんだし。ものすごく不安。あれ、お客さんかな。誰もいない。やっぱり気のせいだったのかな。なんだろう、この紙何か書いてあるけど。予告状、本日正午、あなたに素敵なものをお見せしよう。街の入り口にある橋の中央まで来られたし、孤高の天才科学者プロフェッサー L。 絶対正体隠す気ないよね、マークさん。なんだってこんな回りくどいこと。どうしよう、あんまり行きたくないけど、いざとなったら止めなきゃいけないかもだし。結局来ちゃった。やあ、ようこそ。歓迎するよ。今回のショーは君の協力なくしては完成しなかったからね。はあ、ところで、なん
で予告状とか回りくどい呼び方したんですか？お嬢さんには天の弱なところがあるだろう。素直に呼びに行ったら断るそぶりを見せるんじゃないかと思って一計を案じたんだ。そしたらほら、予想通りちゃんと来てくれた。それってまんまと乗せられたってこと？まあまあいいじゃないか。お嬢さんにはどうしても見てほしかったんだよ。うん。おい、いつまで待たせるんだよ。早く見せて見せて。おっと、他の観客は待ちきれないようだね。それでは長らくお待たせしました。それではお見せしましょう。異能の天才科学者プロフェッサーマクブライン、一世一代の大発明をスイッチオン。わっ、何、地震？キョロキョロしない、世紀の一瞬を見逃すよ。うわやっぱりものすごく嫌な予感。いてよ、究極ロボットマクベリオン。どうだい、驚いたかい？驚きますよ、本当に巨大ロボット。で、なんで街の中で作っちゃったんですか？知らないのかい、巨大ロボットを格納しておくのは水の下だと古来から決まっているんだよ。そんな決まり聞いたことないです。何をそんなに怒っているのかな。子供たちは大喜びじゃないか。ほら、わー、すげー、でっけー、ロボットだ、巨大ロボットだ、かっこいい、乗ってみたい。確かに喜んでますけど、でもこんなの絶対怒られますって。やれやれ、先のことに怯えて目先の感動を失うなんて悲しいことだ。現代人の心はここまで荒んでしまったというのか。わけわかんないこと言ってないで早くしまわないと。こら、何の騒ぎ。おお、何よこれ。クーデリアさん、あんたの仕業なの？なんてバカなこと。早く何とかしなさい。私じゃないです、マークさんが。あれ、マークさん？兄ちゃんならどっか行ったよ。ピューって走ってったよ、すごく早かった。そんな。いくらロロナの弟子でもさすがに笑って済ませられないわね。さあこっちいらっしゃい。怒られた。なんで私が。マークさんはいないし、ロボットも気づいたらいなくなってるし。やあ、遅いお帰りで。その様子だとこってり絞られたみたいだね。マークさん、ひどいですよ。私を置いてどっか行っちゃって。いやー、すまない、急遽休養ができてしまってんで。なんせ僕くらいになると休養の一つや二つ作り出すのは造作もないことだし。休養じゃ仕方ない。あれ、
なんか変なこと言ってるような。気にしては負けだよ。お嬢さんが時間を稼いでくれたおかげで出撃だけでなく格納の実験も無事に済んだ。感謝するよ。はあ、どういたしましてでいいのかな。ただ見てもらった通り、こいつを呼び出すのは結構な手間でね、あんまり気軽に使うことはできないんだ。まあその分いざという時は期待してくれていいよ。それじゃ今日はこれで。なんか怒るタイミングを逃しちゃった気がする、はあ、きっとあれを呼び出すたびにクーデリアさんに怒られるんだろうな。